皆さんこんにちは、プラケです。先日動画にもアップしたんですけど、アカハライモリが卵を産んで、その卵がですね、ついに孵化しました。一応最初に2個卵が取れて、でその後何日か置いて1つね、卵を見つけたんで3つ管理してたんですけど、その最初にね、生まれた2つの卵が、昨日今日とね、1日間隔でね、生まれました。で、3個目の卵はもしかしたらね、ちょっとダメになっちゃってるかもしれないんですけど、無事ね、最初の2匹が生まれてくれたので、そのご報告の動画となります。で、一応ね、卵の成長の様子もね、少し記録していたので、そちらの模様なんかもね、皆さんにお見せできたらと思います。いや、本当にね、ウーパールーパーみたいで可愛いんですよね。ただね、ちょっと無事大きくね、育てられるか心配なんですけど、ちょっと頑張って育ててみたいと思います。で、卵を見つけたのが4月5日ですね。もう本当にカエルの卵みたいな感じですよね。透明で中にね、黒い丸が見える、そんな感じの卵ですね。こうやって見るとね、なんか目玉みたいですけど、最初はね、こんな感じでした。はい、そして4月14日、約ね、10日弱だった感じですね。黒い丸だったのが、細胞分裂をね、していたのは見えてたんですけど、丸の状態から、10日ぐらい経ったらこんな感じで、なんていうんですかね、少しね、イモリの子供なのかなっていう感じの形に変わったのが10日前後っていう感じでしたね。これでね、なんとなくね、成長してるっていう感じをね、実感しましたね。で、さらに3日後ですね、ちょっとね、なんていうんだろうな、オタマジャクシみたいな感じで、少しなんていうんだろう、頭の部分と尻尾の部分、それがね、なんとなく分かるようになってきました。ほんとね、成長が楽しいですよね、見ていて。そしてさらに4日後ですね。そうすると、頭と体がね、分かれてからですね、その体の部分っていうんですかね、体の部分が細くなったのか、頭が大きくなったのか分かんないんですけど、だんだんね、バランスがね、なんか頭でっかちな感じになってきましたね。そしてさらに1日経って2匹ともやはり同じような感じになって、もうこうなるとね、うっすらとウーパールーパーのエラみたいのがね、もう見えてますよね。なんかね、こうなると本当に、おー、ちょっといよいよもうちょっとしたら生まれるのかなってね、思い始めた頃ですね。でもね、そうなってから意外と生まれないんですよね。でもね、やっぱり中でさらにね、本当に、なんて言うんだろうな、シャープな感じになってきて、エラもね、より発達してくるんですけど、でも出てこないんですね。本当にね、いつ出てきてもいいななんて思ってずっと思ってたんですけど、本当にじわじわと、このね、卵の中でギリギリまでね、成長をするみたいですね。この間ね、卵の中で動く様子とかは見なかったですね。で、これ昨日の午前中なんですけど、いや、本当にウーパールーパーだななんて思ってね、見てたんですけど、もうなんか出てこないのが当たり前になっちゃってたんですよね。で、本当にいつも荒れるのかなぐらいに思ってたんですけど、そしたらですね、この昨日の、これ午前中の映像なんですけど、午後ね、ふと卵のこの入れ物を見たら1匹孵化していました。本当ね、びっくりしましたね。突然卵がね、1つ殻になってるなと思ったら、こんな感じで1匹生まれていました。いや、可愛いですよね、本当に。ね、もう1匹もね、もうすぐ多分出てくるんだろうと思ってたら、次の日の朝ですね、要は今日の朝ですね、もう1匹も生まれていました。で、ね、1匹ずつもう生まれたので、それぞれを
一応1匹ずつの管理にするために新しいプリンカップに移しました。で今後ね、まあ、ちょっと妖精の飼育っていうのがね、まあ、ツイッターとかでもね皆さんに質問したりとかしてるんですけど、まあ、自分でもちょっと調べて、まあ、どんな感じでね飼育すればいいのかちょっとまだわからないことだらけなんですけど、なんとか頑張ってね大きくなってくれたらいいなと思います。また何かね進展がありましたら動画作りたいと思いますので、またご視聴いただけると嬉しいです。それではまた、バイバイ。